なんだろうこれ、金かな。偶然採取できたけど、ヤフオクのジャンクな山から見つけた18金のリング、刻印あり。でもまさかの正体は、最終的になぜかこうなった。あの黒いリングから謎の金色インゴットが取れる。今回は怪しい 18K 刻印の指輪を徹底検証。ジャンクな動画を最後まで見てね。どうもジャンク鉱山ラボです。いやー、 18K って書いてあるけどこの色怪しすぎるよね。18の8がなんか下の方がないしさ、全体的に色が黒っぽいんだよね。Today's mission. 1. 怪しい指輪の正体を把握。 2. 溶かしてインゴットか。 3. 謎の金属をハンティング。以上の3点が今回の動画のテーマです。まずは重さから、持った感じはなんかそれっぽいんだよね。さあ一体何グラムあるんだろうか。18金1グラムあたり1万2000円だとして4万超え。マジか、これなら今度こそキャバクラに行けるかもしれない。確かに黒ずんでいて怪しいんだけど、ところどころ金色が見えるんだよね。特にこのあたりなんかだいぶ色が違うよね。顕微鏡拡大検査から、マニュアルフォーカスなのでピントを合わせるのにコツがいるんだ。レインボーオーラが出現。これはまるで激アツ予告。検査突破だ。今度は試金石とテスターの検査に移行する。試金石に物体を削り、削り跡にテスターをつけて反応を見る検査だ。さあ一体どうなるんだろうか。テスターをつけてみると、どうだ、緊張する瞬間だ。キャバクラがかかっているんだぜ。ああ消えてしまった。 I got you. 今度は切断面を検査する。これで素材の内部を検査できるんだ。今度は切断面に直接テスターをつけて反応を見てみよう。どうだ、一体どうなるんだ。いけるのか。ああダメなやつだ。6小反応を確認、大外れ。18金であればこの反応は起きないんだ。普通のメッキ品と違って反応が弱いんだよな。あと溶けない素材が分離してて、わずかだけど採取できた。これらは多分金だと思うんだよね。ちゃんと金を使ったメッキ、もしくは金杯。そしてあまり安っぽくなかった構造、接合もローズケっぽかった。以上のことから、これはクロシク1のような低品位のものではないかと思うんだ。クロシク1は日本の伝統的な合金の一種で、銅が 75%、 銀が 25%、 そして銅は赤銅といって、わずかな金を使用する素材だ。ということで溶かしてインゴットにしてみよう。溶かしていこう。まずは溶けやすいようにできるだけ小さく切ります。次にホーサを入れます。革手袋をして準備完了。溶かしていくことかとは
ガスバーナーで加熱、溶かして溶けたものを明け方に流しでインゴットにする作業だ。もしこれがシク1なら低ヒーリーの銀かもしれない。高温で不純物を飛ばして中身の正体を抜き出しにしたい。綺麗な火の玉状になったね。さあ一気に明け方に流しで完成だ。運命はいかに。なんだこれ、はみ出ちゃったよ。失敗だ。残念。気を取り直してもう一回やり直し。この熱い火の玉のようなジャンクタン級の魂が燃えたぎっているんだぜ。よし、今度はうまくいった。ゴッドが成功だ。インゴットの表面の汚れ、酸化皮膜を落とすために一晩トイレの洗剤につけておいた。これをすすいでから綺麗になったかどうか確認しよう。さあどうなったのかな。ピカピカかな。あれ、なんか思ってたのと違うな。これじゃあまるでウコみたいじゃないか。よく水分を拭き取って。これがなんかよくわからん金属のインゴットだ。持った感じは結構重さがありいい感じだ。念のためもう一度重さを測ろう。 3.46g。 でも最初重さを測った時って 3.8g だったよね。 0.34g はどこ行ったって思うけど、燃焼の過程で不純物が気化して減ったのかな。あと動画を編集していて気づいたんだけど、最初の測りって 0.1g 単位なんだけど、インゴットにしてから測ったスケールは 0.01g の精度がいいやつなんだよね。だから誤差もあるんだけど、それでも少し減ったのが事実かな。他にも考えられる要素は酸洗いで失われた、チョコサラにくっついてるなどが挙げられる。では簡易的に比重を測ってみるぜ。ジャンク鉱山ラボでは過去動画で針金で吊るタイプの比重計を自作したけど、あれ組み立てるのめんどいから今回はピンセットで保持して簡易的に計測するね。物体を水中に沈めた時に変化した重さを3回記録した。この値から導き出した比重は 8.43 から 8.87 だった。ちなみに18金の場合は 15.18 から 15.58、 銀の場合で 10.50 だ。やっぱりなんだろうね。これ銅の比重は 8.96 なので銅が近いんだけど、もしシプ1なら銅が 75% だから比重も銅に近くなるのかも。とりあえず削って酸化皮膜落としてみよう。おお、なんかこのウコじゃなかった。このインゴット中はいい色じゃないか。じゃあね、表面を紙ヤスリで削ってみよう。ひたすら削るクエスト、ただひたすら紙ヤスリで削る作業だ。表面の酸化皮膜を完全に取り除くまでひたすら紙ヤスリで削っていき、紙ヤスリを粗めから細めに変えていくことで磨かれていくはずだ。そしてひたすら磨き続けていくと、クエスト達成。やった、ピカピカだ。Today's last mission。 さあいよいよ最後のミッションだ。この謎の金属を加工してオリジナルの半金を作るんだぜ。半金とは江戸時代の金貨の一種で、小判よりも小型のものだ。特徴として時代によって金や造形が違うんだ。ハンマーとタガネを使って形を成形しながら
表面に味をつけていくぜ。本来の板金は溶かした金属を型に流し込んで作る鋳造なんだけど、そのあたりは突っ込まないで欲しいんだぜ。こうして加工していくことで、何でもない金属片がまるで歴史を背負ったようなそれっぽい雰囲気をまとっていくのが面白いところなんだ。これは実際に叩いてみて分かったことなんだけど、やっぱり金や銀と違ってすごく硬いんだよね。これなんか小さな小判みたいな形になった。今度はこれにタガネで模様をつけていくぜ。ひたすらタガネを叩いて無数の模様を刻み込むんだ。一体何回叩いたのかってそんなのわかるわけないんだぜ。だいぶなんかそれっぽくなってきたが、私は一切の妥協を許さないんだぜ。最後に平らなタガネで鳴らしていくぜ。できたのがこちら。18渓谷院のリングも怪しかったけど、さらに怪しさに磨きがかかったね。なんとも言えない造形美だ。こうして見るとまるで金のような輝きだけど、これは金ではなく資産価値は一切ありません。ミッションコンプリート。こうして過去に取り出したダイヤや金貨と並べると、なんとなくそれらしく見えるよね。私の体験と考察に基づく動画は以上となります。ここからは今回の検証で得た実際のデータをもとに、 AI に謎の金属が何であるかを推論してもらいました。今回検査や測定、加工作業などからこれらのデータが入手できた。これらをもとにチャット GPT が出した推論、可能性のある素材、合金はこのようになりました。補足として、真鍮を溶かす際は亜鉛が揮発して有毒ガス酸化亜鉛の煙が出ることがあり、換気防毒マスクは必須ということでした。以上の点から、18渓谷院のあった謎の金属は真鍮の可能性が高く、真鍮を溶かすのはやめた方がいいということが分かりました。なお、本動画の私の考察やチャット GPT による推論結果はあくまで参考情報です。実際の素材の正確な判定には専門的な分析や検査が必要です。誰だ、黒シグ1とか言ってたやつは。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。